キム、危ない根本に思う糸を。ルフィ先輩だぜ、早く船内へ。何言ってんだ、鉄腕も船どっちに動かす。航海士は誰だ、指示しろ。うち航海士いねんです、俺らもともと他のギャングなんで。新世界だぞここ。もしもし、ばあちゃん、俺ガンディア。いやー、急にでけえ氷が降ってきたよ。困った時はいつも田舎のばあちゃんにでんでん虫を。そうか、海に詳しい相談役が。おい、わかったぞ、甲板にへばりついて取れねえガムあるよな。あるある、ずっと困ってた。漁を布に包んでそのガムを冷やせ。やせ。おお、驚くほど簡単に取れた。その知恵袋今いらねえよな。だども、あっ、目をやられた。コブには砂糖を塗り込めって。知恵袋もういいわ。やべえ、この船沈む。ナミ助けてくれ。あれだけ船を選べた時乗る船間違えた。俺たちでなんとかするしかねえな。せめてサニー号の設備があるりゃ。にぎやか。お前、バリアはどうした。リリア、だどもばあちゃんが自然に逆らうと罰が当たるって。怖いなら丘へ帰れ。本気かこいつら。こうなったら今日全部ぶっ壊す。やらども、神を申せらぬ麦わら一味がいてくれりゃ千人劇だ。感謝感激今日はあられ。お前らよく今まで生き残ったな。この子ものどうまでの短い間とはいえ、こんなかっこいいルフィ先輩と一緒に航海ができるなんて幸せすぎて罰が当たっちまうべ。